はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さあ、今日はですね、おそらくほぼ何も進まないんじゃないかっていうちょっと動画になるかとは思うんですけども、ちなみにさっきのあのメインの盤面の方はちょっといっぱいなので、まずちょっとこっちで体力を使い切っていきます。ちょっと待ってね。体力を使い切りましてですね、あ、その前にこれ出しとこう。今包丁じゃなくてケーキナイフが、もうこれを永遠に包丁っていう病から抜け出せんだけど、ケーキナイフが今6本、下段タスクの方ですな。このタスクが上段と下段にあると思うんですけど、この下段タスクを一周回すと、このケーキナイフが多分8本いるのかな、8本必要で、で8本必要ですが、多分途中で止まってしまうとは思うけど、ちょっと今日は下段をやっていこうかなと思います。で、とりあえずそこのタスクだな。パイ箱。まずはね、やれるところから。あ、間違えた。もう慌てすぎだよ。あとは上のタスクだよね。上のタスクのこのタイプライター。もう一個どうしてもこのポッドキャスト機材レベル8がもう一個いるんです。でもう一個作るためにはケーキのバースデーケーキ、これがですね、中身入れた状態のやつが5個必要かな、1個作るのに。なので今1個出来上がってますけど、あとこの4つを埋めなければいかん。でもたまたまですけど、あのケーキナイフ&ヘルメットのセットができてるんで、まあできそうだったらやっていきたい。うん、1 8 9 10 11 12 13、これくらいにしとくか。で1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14、まあ、これぐらいにしとくと安全で、まずまあできることからやるということで、下のタスク、おばあちゃんは何が好きかしら。一周してもでも90だもんな、大してもらえんけど、まず思い浮かぶのは風船。うん。おばあちゃんが笑顔になるように、笑顔。ちょっと待ってね、しまったな、しまったな。ちょっと一回、しまった。さっき作ってから出せばよかったな。 1 2 3 4 5 6 7 7ですね。7、待ち、40秒待つか。特に特別な話は昨日の今日だし、あ、昨日の今日といったらもう昨日セブンネットで買ったその雑誌本ですけども、あのまあ
推しがね、推しが載っている雑誌でして、いや写真がね素晴らしかったなっていう、もうずっとニヤニヤしながらね読んでいるっていう、ちょっと危ないやつですね。いやもうほんとね、もう立ち読みできないよね。好きなものほどね立ち読みできないよ。ニヤニヤしてるからね多分。買って家でねそっと読まないとね、外で事故るからね。よし待ってよ、これくらいか、回数がわからなくなった。うん、1234。いやだから私まあその前は同人活動とかしてましたけれども、買った本外で読むとか絶対に無理だよねっていう。読んでる人もいたけどさ、世の中には顔に出ちゃうからさ、考えていることが外で読めなくないと思って。いや本当に無表情で読める人尊敬するよ。いや尊敬すべきなのか分かんないけど、すごいとしか言いようがない。うへへってなっていうとさ、気持ちが顔もうへへってなるじゃないですか。顔に出ちゃうんですよね感情がね。外とかさ電車の中とかさで本とか読めないな。なんかそれこそさ、本は本でも物語とかじゃなくて、なんだろう経済学とか心理学とかさ、言語学とかも、そのでも言語学はね結構好きだからニヤニヤしちゃうかもしれん。やばいな。というわけで難しい、あんまりわーいってなる内容の本じゃなければちょっと外で読めないな。あれ急になんかケーキのやつが出なくなった。1234と。小説とかも物語系だったらやっぱり楽しいシーンはニヤニヤしてしまうだろうな。漫画に限らずだな。あたい。1234567899。やっとこれで。よいしょ。これだとちょっとあれだから出しておこう。まあこれくらいこれくらいでいいかな。よし、収めよう。風船を浮かべたら。今日これくらいしか進まなくない？やること。何？ちょっと待ってよ。いやもう一周の内容決まっているからさ、調べておけばいいんだろうけど、もうなんかあんまり頭に入れる気もないというか。あ、回数ごめん、ちょっと忘れてた。5678899で合体しちゃうか。よいしょ。うん、あごめん、ちょっともう忘れてた。よし、待って、違うことやると忘れるね。これをねどこに置いとこうかなって考えてたらちょっと忘れた。
3、4。どうしようかな。1、2、3、4合体。1、2、3、4、5、6、7、8、9。100とかあっという間な恐ろしい世界よな。これ下に置いとこう。あのね、上はね、上に置いてあるミラーボールは使用済みのやつです。ちょっと忘れないように上に置いてある。使用済み。あと1タップしか残ってないってやつ。40秒か。40秒待つかな。そういえばね、ちょっと昨日じゃない、一昨日かな、昨日かな、ちょっとね、悲しいことが、上の弟に起きましてね。あやつ、生まれて初めて、脱輪したらしいんですよ。脱輪を初めてやったらしくて。いや、なんかね、ちょっとドライブしてたらしいんですけど、ちょっと公園の横にでも、ちょっと木陰もあるし、公園の横にでもちょっと車止めて涼もうかという時にですね、ガコンって速攻に蓋がなかったと。1、2、3、4。まあよく見ないとあれですね。そういうこともありましょう。いやー、でもね、なんか脱輪はまああるよねって思ってたら、ものすごい精神的にダメージを受けてて、3、4、5、6、7、8、9。いや、なんか本人的にはものすごいショックだったみたいですね。なんかやらかした感が。そうかと思って。そうか、普通は割とショックを受けるもんなんだと。脱輪なんてもうだから、多分免許取ってでもう1年以内ぐらいでやっとくもんじゃないのっていう。ごめん、普通はやらんっていう人はごめんね。ちょっとね、私はですね、あれです、橋を攻めすぎました。道路の橋を攻めすぎました。じゃあ向こうの対向車の人がさ、なんかあんまり寄ってくれなくてさ、寄るかーっつって徐々に寄ってったら、やらかした。あれですね、そういうこともあるよね。まあ、ちょっと待ってよ、置く場所がなくなってきたな。うん、1個はちょっと作っておきたいな。まあ、こうなっとればいいかな。もう2個ぐらい出しとくか。これで合体と。よしよし。これで包丁がね、どんどん持ってかれるけどしょうがないんだ。次の飾り付けを準備しよう。下のタスクだけでも多分もう一段階ぐらいはいけるだろうけど、レッドカーペットは必須。さっきまで浮き輪あったのにな。さっきまであったのに。まあ作るか。ミラーボールもね、どこかで開けなきゃいけないから。よいしょ、できた。確か屋根裏部屋にあったはず。でも屋根裏部屋って憧れるなーって言おうとしたけど、そういえばうちにもあったわっていう。ロフトあるな。いや、でも多分ね、なんか西洋、アメリカとかヨーロッパのいいこと思いついた。屋根裏部屋でさ、なんかちゃんと生活できる系の屋根裏部屋に憧れるね。カーペットに金色のイニシャル UB を入れて、ウルスラパーボールトンだね。浮き輪、
でもいいんだ。浮き輪が出なくてもヘルメットが出ればこっちは笑顔だよ。ケーキに出れるからね。どうしようかな。今日これ使うかな。5分無限を使ってもいいかなと思うけど、明日でもいいかな。ケーキ作ってからの方がいいかな。ケーキをなんとか数仕上げて、よし、やっとできた。違う、あれがいる。1234と、これでいいかな。ほこりをたたいてきれいにすれば、へい、完成品。じゃこれか。あ、これじゃない、間違えた。これじゃなかった。一個下か。いやースキップ。今日はマジであんまり何も進まん感じがあるな。まああれですよ、下準備もやっぱね、作業のうちと言いましょうか。これか、じゃこれの一個上か。急に、いやそうでもないか。急に出るものが偏るとさ、何かしらのプログラムが働いておるのではと思ってしまう。これだね。よし、おばあちゃんもおっと、まだだった。おばあちゃんも喜んでくれるはず。はい、合成しなきゃよかったな。いやーちょっと今日どうしようかな。ここまでか。ここまでか。いや時間バリバリ短い気がする。いやーもうどうしよう。さっきな、慌てて合成してしまったからな。よいしょ。ギフトボックスだけがじわじわ溜まっていく。あれから多分香水まだ出てないから、多分31分の2ぐらいかな、香水セットの確率は。自分の中では今そんな感じ。この後どうしようかな。まああと5回復しても、5ダイヤか、5ダイヤ使って回復するのもありだけど、とりあえずまあ55秒か。でも55秒どうする。ちなみに今からこの青箱開けていきたいけど、あ、青箱開ける前にそうだ、これをね、なんか密かに自分だけで合成するのもあれだから、動画的に動画の中で合成したいなと思って。さあヴィンテージボタンからの、お、こんな感じか。謎のサイコロレベル10、さまざまな一面を持つ個性的なサイコロ。正六面体はともかくとして、西洋四面体と、正八面体かな。これ340は使えないな。かわいいねこれ。色がいいな。なんかちょっと、
これも螺鈿細工っぽい感じの光り方してていいね。さあ、あ、いつの間にか回復していた。どうしようかな。これかな。手袋はもうしまいない。まあせっかくなんで使っとこう。とはいえさ、現状メインで必要なのって必要なのはですね、土ならしレベル13だっけ13だっけ12か12だもんな。まあせいぜい今からいけるのはノコギリプラスアルファというところかな。今日マジであんまりやることがない。メインタスクも今重たいしな。いやだってさ、一個はあの風緑というかあれ、もう一個が土ならし、どっちも重たい。ちょっとスペースも空いたことだし、いや先にこれやっとかな。7ぐらいまで作りたいけど、どうかな、いけるかな。7きついかな。一番広がった状態で今なんか変な音しました。あれ、7まで行ったし、一回ここで止めるか。これ以上行くのは危険な気がする。とはいえ11まで万が一行ってもまだ12までって言うと相当かかるし、スペースは13マスいるし、違う14マスいるのか、ん10あ13マスいいか、13マスいるし、こう必要だな。これどうしようかな。あの B カード使うかどうかね、ちょっと悩む。とりあえずこれ開けるか。1234と5。ちょっと待って、まず合成できるものをね、順番にやっていくよ。これ以上無理なんだよな。順番にしまっておく。タイヤがあるけど上がないんだよな。うん、苦しい。あ、タイヤ。あ、ごめん、まだ入ったわ。やっと出番来た。ドアまでは作れるかな。ドアじゃない、これまだ金具だった。ボルトネジ取って、次がドア。あとは、下手に先に進めるよりここで止めといた方がなんか安全な気もするが、うん、1コインって1コインはない。
ちょっと半端になってしまったな。まあとりあえず順番にしまいたいので、こうで、これでこう、すぐいっぱいになる。でも、もうちょっとで5万コイン集まるので、まあそしたらね、そしたらもう一マスインベントイン余裕が、あ、やっと出た。よいしょ。これな、どっかにしまっときたいんだけど。どこに置いとくのも若干邪魔。あ、正直ペンキ缶レベル1がこんなにいるのかって言ったら、多分いらないのだが、あとは44までいってるので、これ回収しておこうか。20分の無限かな。いやー、でも土ならしまではちょっと遠いな。スコップの次だもんね。 こっちももうちょっと育てておくか。できればぴったりで止まりたい。ぴったりな、ぴったり無理かな。ちょっと一回売ろう。ぴったり難しいよね、やっぱり。何かしらで端数になるもんね。とりあえずここまでにしておくか。まあでもね、18までできてるから、まあまあまあ、まあ、多分土ならしができるのはイベントもあるし、あさってとかじゃないかな。あさってとかもしあさって、そんなもんじゃないだろうか。早くユリウスさんのミステリーか。300、あと94だね。40、レベル45までささっとこういったら、あとはもう高みの見物じゃないですけど、ゆったりやりたいな。さて、こっちだな。まあとりあえずどうあがいても、よいしょ、もう本をタップするしかないので、まずは残りの体力で本をタップし、ちょっとこの体力切れたら今日は終わっておくか。あとはまあちょっと録画外でまずこの小やつだを全部埋めなければいけない。正直これで埋めちゃってもいい気がするけど、一個は現状タスクがどれくらい進むか。234と、1234、あたい、1234566、
6。789。ちょっと分かりやすいところまでやっとかないと忘れる。でこれ4、5。ここまでかな。一応もう一個回復アイテムあるけども、ヘルメット一個使っちゃうか、一番上に。これはね、正直ね、あの包丁入れるつもりじゃなかったんだけど、ちょっとアイテムの配置替えをしている時にね、事故で吸われてしまったんですよ事故で吸われましたので、しょうがないよねとほほ。まあもう一個も作れんことはないな。作っちゃうか待って、合ってる？合ってるね。これと包丁、これで3つか。あと2つぐらいあれば無限使って、多分上のタスクはできる。400とはいえ、いやでも36と37の間ぐらいになるよね悩ましいな。まあでも残りは明日かな。明日だな。なんか下が寂しくなりましたな。包丁どこに置いとくかね、悩む。ここでいいか。でここだとね、なんか間違って座れることがあって、それがちょっとね不安ではある。よし、じゃあこんなところかな今日は。もう一個出しとこう。あ、完成形だ。よし、じゃあ今日はここまでかな。いやマジで灯台が進まんか。まあしゃあないしゃあない。灯台はまだ灯台に入れない。いやでも土ならしか風緑のどっちかだけど、どっちも重たすぎる。まあ頑張っていきましょうか。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。